さあさあさあ、ほら、マルティンさん、早く上がってらっしゃい。風もいい気分。いいよ、お手伝いしますよ、お二人さん。ミスターポライト。はいはい、準備は大丈夫？準備万端整っております。それでは、行きますよ。ミュージックスタート。 私のハロウィンを私たちヴィランズが主役とか、この世の中ヴィランズの世界をまだまだご存知ない方ばかり。そのの魅力を知っていただこうと、彼らはディズニーヴィランズのお話の世界より派遣されたリクルーター。皆様をヴィランズの世界へとご招待しますよ。そして私はミス・ヴィーラ、人間の皆様にヴィランズのファッションセンスご指導しようとやってまいりましたのよ。題してディズニーヴィランズワンポイント講座。 ヴィランズの世界へ行くということは、それなりのファッションが必要ということ、そのワンポイントをお教えしましょう。そしてミスターポライトを略して MP。 はい、私は今回このワンポイント講座がうまくいくように根回ししているもの、つまりヴィランズの世界のコーディネーター。<笑>特にミス・ヴィーラが予算オーバーしないようにと お見知りおき。では、本体に入りましょう。<笑>まずは彼らリクルーターを少々アピールいたしましょう。MP、はい、よろしくね。かしこまりました。眩しいです、眩しいです。やめてよ、反射攻撃やめてください。反射攻撃、これ以上輝かなくていいの。私は行きますよ。彼らを自らを紹介するとともに、その魅力を魅惑的なポーズでアピールいたします。それでは、ご覧いただきましょう。まずは邪悪な身を最も愛し、あのマレフィセントを敬愛してやまない、その名もズバリマルフィー。皆さん、私マルフィーがやってまいりました。拍手、どうもありがとう。朝から非常に気持ちがいいよ。皆さん、どなたも素敵な方ばかりだ。だがヴィランズになるにはまだ足りませんね。 私のようになればヴィランズになるとも決めたね。それでは皆さんにヴィランズになれるよう美しいポーズをプレゼントいたしましょう。しっかり真似すように、いきますよ、せーの、私。皆さん、マルフィーのポーズ覚えてくださいね。マルフィーのポーズは このポーズ、今度は皆さん一緒にやってみましょう。今までしっかりこれをポーン。ほら、やめなさい。持ってるものポーン。やめなさい。はい、行きますよ。3、はい、マルフィー。はい、素敵よ。素晴らしい。どうもありがとう。それでは続いてのリクルーターを、続いてはアスのミス・ハーです。地獄の番人ハデスが待った。ちょっとお高く止まったレイディー、ミス・ハーです。 こちらの世界にいらっしゃるのはご勝手に。私たちは何をするのも自分勝手、人間の言葉で言う自由フリー、窮屈な人間関係を捨てて、こちらの世界にいらっしゃるのはご勝手に。私は知らないもん、ご勝手に。それでは私のポーズをご紹介しましょう。 ありがとう。はい、ありがとうございます。皆さん、リクルーターのアピールはいかがでしたか。今一度2人のヴィランズリクルーターに大きな拍手を。ありがとうございます。さて皆さん、2人のリクルーターが披露したポーズ覚えておいででしょうか。ズバリマルフィーのポーズがこちら、そしてミス・ハーデスのポーズがこちら。確かに。ではそこに 私のポーズもプラスしてちょうだい。<笑>ありがとう、気持ちいいわね。はい、ストップ。私ミス・ヴィーラのポーズは
ポイント。わあ、気持ちいい。テンション高すぎでしょ。準備が整いましたよ。そうね、はい、ここからが私の力の見せ所、ディズニーヴィランズワンポイント講座の始まりですよ。それでは最初に皆様の中でリクルーターとしてのご招待求人に応募したいわという方は、ありがとうフライング気味で朝から元気がおよろしいこと。ではこの応募者の中から私の講座のモデルになってもらいましょうね。では先ほど覚えた3つのポーズを使って皆様と一緒に簡単なゲームをいたしましょう。ありがとう。やることはとっても簡単。じゃんけんの要領で3つのポーズの中から私と同じポーズを取った方が勝ち。お手本見てみましょう。このようにやります。いきますよ。せーの。最初はヴィランズ。ダークなヴィランズ。最初はヴィランズでこのポーズ。2回目のヴィランズで3つのポーズの中の1つ、それが私と同じであればあなた方は勝ち残るというものですね。今度は皆さんで一緒に練習をしてみましょう。練習してみましょう。いきますよ。せーの。最初はヴィランズ。ジャズなヴィランズ。私今ミスハーデスのポーズをとってます。このポーズの方が残るというものですね。でも一度違ったポーズを取ったとしても大丈夫。諦めないで何度もトライしてみてくださいね。では早速本番。マルチ、何やってるんですか。マルチ、かわいいけど、かわいいけど、はい、はい、では早速本番行ってみますよ。何回かやるのでお決まりください。いきますよ。せーの。最初はヴィランズ。ジャズなヴィランズ。マルフィーのポーズでした。皆様いかがかしら。では2回目いってみましょう。いきますよ。せーの。最初はヴィランズ。美しいハーデス。どうかしら。いっぱいいらっしゃるじゃない。では MP よろしく。はい、今度は私と同じポーズをとってくださいね。いきますよ。3、はい、最初はヴィランズ。魅惑のハーデス。ミスハーデスのポーズでございます。どんどんいきますよ。3、はい、最初はヴィランズ。美しいマルフィー。はい、私マルフィーのポーズでございます。皆さん美しいですよ。あ、ではマルフィーさん、恥ずかしさ、恥ずかしさね、もっと出さずどんどん行こう。どんどん。マルフィーさん、じゃあお願いします。お相手も大事だけど、ちゃんとやんなさい。恥ずかしがってるんですか、あなた。恥ずかしがってる方が恥ずかしい。はい、じゃあ行きますよ。行きましょう。せーの。最初はヴィラン、私は私。はい、言ってるわよ。もう私もしますよ。あなたはあなた、みんな素晴らしい。じゃあハーデス、リングも頼む。任せてちょうだい、はい、皆さん、これが最後ですよ。ここに立っているのは誰かしら。分かってるわよね。行きますよ。はい、どうですまでもは私の味方になってくれる。燃えちゃうわよ。増やさないわよ。行きますよ。最初はヴィランズ。もちろんハーデス。はい、そっくー。今ミスハーデスのポーズの方がたくさんいらっしゃるわね。どうしましょう。あ、どうしましょう。あ、見つけたわ。あ、こちらの方。あ、ご案内。あ、ご案内だ。こちらの方。ちょっと季節感がちょっと間違えましたけど。ちょっと足元を気をつけてください。はい、皆さん、私のワンポイント講座にぴったりのマルフィー、あなたの位置はこっちよ。わかるけどね、ちゃんとお仕事してちょうだい。はい、はい、そんなこんなでも上がってまいりましたね。あー、なんて素敵なお方。ぴったりの獲物、いやいや、ぴったりのお方。この雰囲気、このお顔、そしてこの顔に、まさにあと一歩のところでヴィランズ。ではお名前をお伺いしましょう。MP、 お名前。ここに私のワンポイントをずらさせていただきました。はい、お願いいたします。うん、そうです。せっかくだからこちらは取っておきましょうね。ただ、あ、こちらのね、クマちゃんのお目目ダイヤにしちゃいましょう。やっぱり、やっぱり、かわいいでしょ。あとはね、お靴もね、金の靴に変えちゃいましょう。あとはね、もう頑張って取ったらしい。ディスメイロ、ディスメイロ、予算オーバーですよ。もう予算抑えて。ケチくさいわね。ケチくさいわね。じゃないの。しょうがないわね。わかった。 MP、 あれの、あれ、とても大丈夫ということで、もし私がリクルーター2人と共にヴィランズの世界にご招待すると言ったらどうなさいますか。どうで
別れを告げて。待っておりますよ。始まっておきます。すごいなぁ。よかったわね。皆さん、今回はご招待にお一人確保ができたみたい。まあ、こちらの話にはなりますが、ミスター VV の耳を明かすなんてのも、おお、面白もたまんない。よし、ミイラ、それを申すならば、鼻を明かすでございますし、ミスター VV ではなく、ミスター V でございます。耳ではない。これ何 ?V? うるさいよ、もう。決めないで。それではこれにてディズニービランズワンポイント講座終了させていただきます。美しくも怪しげなハロウィンの季節、皆様にもハロウィンチックな幸せが訪れますよ。では今回の受講料 NP にお支払いをお一人様100万ビラでよろしくお願いします。あー、いやいやいや、今回は天候でございます。皆さんサービスですよ。またお会いいたしましょう。それでは最後にこの言葉をハッピーハロウィン、ハッピーヴィランズと一緒に叫んでお別れいたしましょう。いいですね。私たちに聞こえるぐらい大きな声でお願いしますよ。いきますよ。3、はい、ハッピーハロウィン、ハッピーヴィランズ、またお会いしましょう。皆様ありがとう。見えてるわよ。ありがとう。さあ行きますよ。ありがとう。暑いのにありがとうね。